あ、ミヤマワークスです。靴作ってます、はい、よろしくお願いします、私のこの靴もここでお世話になりました。で今日は、これ一般的な靴ですよね。はい、そうです。あ、こっちで試してみましょうか。はい、これはあのなんと靴底まで革ですね。かかとの部分だけはちょっとゴムになってるというものですよね。はい、でこれで、まあ、靴下履いてそのまま、まあ、履いてみようと。それで少しアーシングできるかどうかというのを確認してみよう。で今ここに、水道線から水道の缶のとこから、アーシングマットセットしております。で今、1300、1400いくつかありますね。でこの状態で、足を乗せてみようと。ちょいと700ぐらいまで落ちていくと、まあ半分前後ぐらいまでなるということですよね。でソールがやっぱり革の方がいいんじゃないかなと。まあ、これ今新品の靴で乾いた状態ですから、もう一回降りてみて。はい。ポッと降りた。ということでした。